その参政党の神谷さんがその NHK 党を参考にしたっていう公言してる今回の、参議院選挙 その都道府県の選挙区の擁立の仕方もうなんかパクリなんだよね。 NHK 党の前その参議院選挙のやったことのパクリなんだよ。本当にごめんなさいと言葉は悪いけどパクリなんだよね。あの主張はちょっと違うけどね、 NHK 党とは少し違うけど、なんかやり方ってなんかそうじゃないかなって感じだけど、成功するかな、どうかな、どうかなって感じ。お金の使い方がおそらく NHK 党よりもかなり使ってると思うんで、寄付も募ってるでしょ。 NHK 党寄付募ってないので、で本当に今その政党助成金とかでやってんじゃないかなっていう感じなんで、あんまりお金使えない状況でやってると思うので、参政党って結構お金、もちろん参政党って国政政党じゃないんで政党助成金ないんですよ。寄付だけですよ。それでもなんかこれだけ擁立できてるっていうことは個人から結構集めてんじゃないかなって感じ。うん。まあそれがいいか悪いかは別として、そこがちょっとその NHK 党全国に出すっていうのはあの NHK 党のパクリだと思うんですけど、でも、お金の使い方はパクリではないよねって、 NHK 党とは全然違うよねっていうとこかな。集め方、お金の集め方も NHK 党とは全然違うよねっていう感じ。